さらにアランのメンディーのことを思って泣くミッションが発動。メンバー間でこういうとこ助けられたみたいな話とかってあったりしますか？この10年でみたいな、うん、そうですね。でもそれで言うと、まあ、ジェネってどういう方向性でいけばいいんだろうなってなってて、でまだ誰も曲も売れてないし誰もそんなにも知られてない時にやっぱメンディー君が、まあ、先陣切って、ね、バラエティーでなんかその、まあ、黄金伝説って番組があったんだけど、それですごく一人でもうなんかダイオウイカ、そうダイオウイカ追いかけたりとか、ナマコナマコめっちゃ頑張って、めっちゃナマコ追いかけてんだよ、うん、本当すごい動いてないよね、すごい動いて、ね、そう頑張ってやってたのを見てなんか追いかけてたよね。ごめんなさい。ごめんなさい。懐かしいよ、あの時大変だったから。うん、でもなんかやっぱ切り開いてくれたなっていう、なんかすごいバカなふりしてやってくれたというか、うん、それがすごい嬉しくて、うん、なんか俺らもね続かないとなみたいな。ね、あれスイッチ入ったよね、本当になんか。それで言うとね、なんか僕もあのダンス歴一番浅かったんですよね、そのグループ始まった時に。まあでもメンサも、ね、男性いながら。まあ、黄金伝説以外にいろいろやってましたからね。いやマジ頑張ったよなんて気で。累戦ゆるいな。累戦ゆるいな。ね、もう毎累戦がゆるすぎる先輩たちを怪しんでか、もはや真顔の一同。忙しかったよね。忙しかった。忙しかったっちゃ忙しかったよね。駆け出しの時ってめっちゃね。大変なんですよね。頑張りたいけど頑張るつてがないからね。対談は応援してくれる親についての話に。ゆうとがさらなる感動嘘話を。親も嬉しいんじゃない？そうですね。どんな感じなの反応は？僕の母はなんか自作でなんかカチューシャみたいな。素敵ね。ね、素敵な親だな。ジェネも結構ね親みんな仲良くしてるんだけど、うん、うちそう実家がね実はあの椎茸農園やってて、っていうのも僕子供の頃あの椎茸すごい苦手で、いつもあの牛乳キャップのさあの薄い袋わかる？わかんない、給食の時にで牛乳キャップにあれにこすり包んで持って帰っていつも裏庭に捨ててたら椎茸できて捨てまくってるからね。そう捨てまくってた。椎茸入ってた本当に牛乳で、そでそこから椎茸じゃんってなって親が育て出して、そこがもう大きくなって普通に今実家、ね、あのそうそうそう椎茸農園やってて、やば、そうだね、後ろ小話だろ、感動はどうした？うちの母ちゃん連中なんかあれだよ、僕らに内緒でそのタケレーションズっていうなんか椎茸モチーフのなんか僕らのパロディチーム作ったらしくて、そうなんだ、知らないんだよ、これいよいよ歌とか出し出したらまずいぞってちょっとなんか風の噂で聞いたんだけど、まあ親って大事だよね、親大事、親高校そういう子供のきっかけでみたいなことがね、そうそうそう、また親のゆうとのかなり攻めた嘘だが怪しまれてはいない様子。そこへレオのメンバーを褒めて感動させろが発動。これは難題。心に刺さる褒めトークが鍵だが、果たして親父ピアノだって先生だもんね。あ、そうだ、音楽の先生だから。まずいな。そうですね。いや、でもね、本当、みんなやっぱ、うん、今日いろいろ話してみて素敵、やっぱ改めてオーラもあるし素敵だしね、うん、だってオーディションの時から見てるから。そうだって、シゲトラくん一回落ちたもんね。そうなんですよ。でもそこでやっぱり入ってくれたんですよ。出るよ。敗者がこう受かってデビューするってなんかこう厳しいことじゃない言っちゃうと ないじゃん普通。でもなんかそれできるぐらいこうみんなこうそういう実力があってもマジでもうめちゃなんか運気がもう神様ついてると思う。運気上がってるよね。いやもう爆上がりだと思う。素晴らしい。レオのリアルなトーンでの褒め演技が決まったところでネタバラシ。ありがとうございました。ありがとうございました。マコ。ドッキリ大成功。ありました？対談って、メディさんが怖かった、めちゃくちゃ怖かった。
あ、そうですか。なんか、お笑いの話だったんで、なんかちょっとお笑いの話に持っていくのかなみたいな感じ想像してたんですけど、下で結構ガッガッガッ笑っちゃダメなんだろう。途中なんか下でおいって言った後ににゃーって言ってましたよ。ふざけたよ。猫、猫おった。あなたふざけたね。猫いた。にゃーって言ったっけ。のすけくんがもうやばかった。目がもう笑い前に気づくためだ。やばいやばい。一個あの分かんないですけど、あのアランさん寄り目してましたよね。そんなにないですか。して多分クセ死んだけど急に下向いてこうやってねえよ。やってないよ。え、どういうこと。関係ないですか。この後結果発表。